どうも、お酒が飲めない、にゃんにゃんクリーパーです。私、お酒は正直飲めないというか、まあ、苦手なんですね。まあ、飲むことはできたとしても、全然美味しいとは思っておりません。はい。で、そんな私ですが、まあ、一応、飲むことができるお酒はあります。それはまず、これ、ウイスキーです。はい。これ800円ぐらいで売ってる、まあ、一番安物ですね。私、あんまり味の違いとか、お酒の味わからないんで、これはもう本当安物でいいと思います。で、このウイスキーは唯一私が飲めるというか、ビールってシュワシュワしてて、苦いじゃないですか。あんなの飲めたもんじゃないんですよ、私にとっては。はい。ところが、ウイスキー関係っていうのは、もう水割りが基本なので、薄めれば誰だって飲めますよっていう。はい。そういうものなんで、これはおすすめなんですね。で、私は、とりあえず安物のお酒買ってきました。もうお酒買うなんて、何年ぶりだろう ?5 年ぶりぐらいかな。はい。とりあえず開けます。はい。で、ウイスキーはもう、ね、水割りが基本なので、まあ、ちょこっと入れますね。で、薄めれば、お酒の味なんて、わかんなくなるんで、はい。所詮はアルコールです。もう、薄めればいい。で、まあ、ちょっとシングルぐらい、指一本がシングルらしいんですけれども、まあ、それぐらい入れます。で、買ってきたグレープファンタ。はい。これで割ります。私ね、あんまり炭酸も苦手な方なんですけれども、とりあえず、このグレープファンタを入れて薄めます。するともうほとんどグレープファンタです。はい。だから、お酒が苦手な人でも、飲めますし、で、ね、ある程度、酔いも少し回りますので、まあ、お酒を飲んだ気分にはなるかと思います。はい。まあ、私はお酒本当美味しいと思ったことはないんですが、まあ、こういう方法で、まあ、基本的にはジュース的に割ってしまえば、はい。私はこれ誰でも飲めるんじゃないかと思うんですけれども、ね、お酒の味わかる人はね、お酒飲んで本当楽しいでしょうけれども、もう飲めない人にとっては、ね、飲み会もね、ある意味苦痛かもしれませんけれども、とにかくどんなお酒でも割って薄めてしまえば飲めます。はい。ということで、まあ、もう安物のお酒と、はい、グレープファンタなり何なり、薄めて飲めば、はい、お酒飲めますんで、以上、おすすめのお酒の飲み方でした。